ね、見てくれてるっていうから、これ、いや、ありがたいなんですよ。第2回でね、落ち込むかなと思ったら野球好きが割といるのかね。いや、というかコメント欄見ると本当に野球を知らない人も楽しんでるという、すごくわけのわからん状況になってる。なるほど、一番いいね。でも多分我々が楽しいのが伝わっていってんのかなっていう、うん、っていうふうに思います。今回も野球モノマネにおいて芸能界で右に出る者はいないと言われている。いるのよ、こちらの、そうなの、いるのよ。いや、下手、どっちかというと下手かもしれない。いや、確かに。だって自分で納得いってないんだから、ええ、そうそう、まあまあまあ、そうじゃね、やりながらできない選手がいるっていうのがね、まずもう無理だよね。全員できないと。大好評だったので第3回もやっていきたいと思います。はい、はい、それではルールを説明していきたいと思います。変わらないんじゃないですか。はい、今回もポイントを競っていただきます。うんうん、でモノマネのお題カードを引いたら挑戦スタートです。はい、分かった人から早押しでお答えください。はい、正解者には1ポイント、もしも正解者がいない場合はモノマネが下手だったということでマイナス1ポイントになってしまいます。はい、なるほど。さらに今回は新ルールが追加されるので、はい、楽しみにしていてください。あ、それは言わず、おいおいね、はい、おいおい。ではじゃんけんで順番を決めて。わかりました。あ、でもいいんですか、いつものオープニングアクト。あ、ある新しいの。いや、もちろん新ルール。じゃあ、わかりました。はい、第3回わかりました。これがないと始まらないという開幕だからね。はい、わかりました。じゃあ行きます。絶対に性格の悪いキャッチャー、はい、ここもう変わる。ありがとうございます。怖いな、笑顔で、笑顔で怖いな。はい、こういうキャッチャーでございます。実際こういうことあるのかな。いや、ありますね。実際にいます、こういうキャッチャー。いるんだ、います、ね、はい、見てください。よし、やっていこう。じゃんけん、行きましょう。最初はグー、じゃんけん、最初はグー、じゃんけん、おい、じゃあグー、じゃんけん、おい、よし。じゃあ三村さんからお願いします。はい、よし、いや、もう一発で取ってほしいな。まだまだいるんすかね。いや、私結構もう出ちゃった。メジャーなとこやっちゃった。やりました、やりました。じゃあなんか演技よく一番上行ってみようかな。ああ、なるほど。ああ、でもなんか一番上引かないと思っていいのないかもしれないんで、まあこの辺、この辺で。なるほど。あれあれあれ、しびれ出たね。これ1回パスとかできるんですもんね。はい、1回パスできるね。しびれんなこれ。あー、しびれる。で、全く知らない感じではないってことですもんね。全く知らない感じではないけど、みんなが当てられるかっつったらちょっと厳しいんで、ちょっと変えます。あ、なるほど。はい、はい、はい。ちょっとこの辺で。じゃ1回ですね、パスはね。はい、はい、1回です。パス1。あ、次のが必要。すごい、すごい。選べるのか。いや、もうこれ決定です。パスないですもんね。いやー、ちょっと当てたいな。いきますよ。はい、はい、ん、お、ナチュラルな。いや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 、普通の人でしょ。普通の人なんだ。これもまた出た。どうしよう。谷氏、違います。あ、俺ちょっといいっすか。はい、おにぎりさんどうぞ。二岡、違います。うわ、違うか。ヒント1、あ、ヒント1。はい、1997年から2015年の選手。あ、これでかい、それでかい。はい、7年、8年ぐらい前に引退してる。そうですね、2015年で、15年、10年ぐらい前です。そんな優しく打ってる。うん、いや、確かになんか優しく打ってる。優しく打ってる、優しく打ってる、優しく打ってるのに、なんかホームランが出ん。喋っていいですか、そんな。喋っていいですか。ちょっと待ってくださいね。優しく打ってんのにホームランが出る人。マイナス1ポイントじゃないですか、今の。そうですね。いやいや、ちょっと待ってください。今ホームランバッター、ね、忘れてるから、忘れてるから、忘れてるから、ルールはね。いいでしょ。え、これ前出た選手は出ないですよね、もちろん。はい、あ、じゃあやっぱ違う、俺江藤かなとかと思ってた。あ、似てるよね、江藤。はい、ね、でも優しく打ってないもんね。はい、優しくじゃないですもんね。優しくって何。あ、え、ちょっと、あ、おにぎりさんどうぞ。西武の中村
違います。おにぎり、あ、おにぎりじゃない、おかわりくんじゃないか、おにぎりお前だよ今の、ほんとすいません、自分で自分の名前をおかわりくんって間違えた、マジで間違えました、ごめんなさい。あ、そうか、中村ね、そうだ、優しくってるもん、軽くこれスルッとして、え、つるっ、あ、竹さん、和田、あ、あ、正解、正解です、和田、いや、だね、ジルパキですよね、俺正解そういうことか、あの、西武、ね、西武から中日に来た、はいはいはい、和田すごい、和田優しく言ってるか、優しくじゃないっすよ、めっちゃ強いっすよ、和田ってフルスイングだよな、フルスイング、フルスイング、当てたんだからあんま批判しないでもらって当てたんだから当たったじゃん、当たった、大竹さん1ポイントです、すごい、ありがとう、三村さん、うわー、1ポイント、三村さん、ありがとう、え、いや、俺いけたわ、今つるっぱげ、いけました、いけた、これがね、いや、これで、うん、だこれやっちゃダメなんだよそれで当てちゃったから、俺もなんか少し、うん、いや、でも特徴と言うっていう意味では、まあ、そうですよね、うん、いや難しかった、ね、でからちょっと難しかったけど、はい、よかった、そうですね、じゃあこの辺で、あ、でもやっぱまず自分で見て、知らん選手じゃない、はい、そうですね、うわ、ちょっと待って、俺もうそういう選手がいっぱい出てくる、なるほど、いや、やります、これ、あ、はい、見えないようにね、見えないように、はい、じゃあ、よかった、いきます、はい、あ、ん、あ、あれじゃない、お、おにぎりさんどうぞ、イースインアップ、違う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 、ごめんなさい、ごめんなさい、片岡、じゃない、あ、違います、あ、違います、ちょっと、ちょっと待って、もう一回見て、ん、ちょっと、こうかな、じゃあ行くよ、タンカっぽい、お、おにぎりさんどうぞ、金本、正解、おー、この落とす、この落とす感じがね、わかるわかるわかる、マジで金本だ、よっしゃ、やった、俺もなんか嬉しいわ俺金本できたんだっていう言われる、お前よくわかった、いやー、確かにちょっとこの落とすで、いや、でもそうだわ、いや、当てられたわ、ありがとうございます、おにぎりさん1ポイントです、いや、嫌がってた上行きましょうか、一番上、うん、はい、お、え、これ言っていいのかな、うん、これは、あ、言って大丈夫です、パスカード、はい、あ、これどうですか、新ルールじゃない、はい、新ルールでございまして、はい、はい、過去の大会にパスをされたカードの中から強制的にモノマネをしていただきます、みんなは、じゃあラッキーではないんだ、最悪じゃん、そうか、みんな、え、やりづらいなって思った、みんなやりづらいからパス1回目、2回目は結構メジャーな人いたから、そうそう、確かに確かに、いけるとか、うん、結構ラッキーかな、ただ正解した場合は2ポイント、あー、はい、なるほど、こっち側が2ポイント、難しいから、あ、なるほど、だからお前やるだけ、難易度高い、え、こ、何のメリットがどんなの、俺、罰カードなんだ、つまり罰カードで、あ、俺は最悪なんですか、うん、当てさせないと、で、当てさせないとマイナス1ポイントだし、そう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 、当てられたら2ポイントだし、ラッキーではないんだよね、こっちに、あー、はい、なるほど、だからパスはできないよ、次のやつはね、あ、選べるわけじゃないんだ、あ、そうです、かな、最悪じゃん、じゃこれでいきます、これ、え、すいません、これはごめんなさい、絶対やる、これはもうやるしかないです、はいはい、もう一回パスのパスはなしです、パスのパスはなしだって罰のカードなんだそうか、でも自分にとっては、あー、わかる、なんとなくね、まあ過去のパスだからいいのがあるよ、そうですね、うん、それ、あ、それでは、ものまねお願いします、いきます、あ、大竹さんどうぞ、佐々木、正解、いや、ちょっと、あ、全然特徴ないけど、フォークだけじゃん、フォークだけじゃん、結構簡単な選手出てくるんだな佐々木、フォームが難しいのか、フォームは分かんなかったんで、基本に忠実なのかな、確かになんか上だった気がします、こういう感じでやって、でもセットポジションが多いんじゃない本来、こうでしたっけ、でも佐々木ってランナー出さないか、そうか、だからこの状態の方が多いですか、あるかもしれない、あ、そうなんですか、はいはい、うん、よし、おめでとうございます、大竹さん2ポイント2ポイントゲットです、もう3だ、はい、3だな、いや、だからあんなメジャーな人がいるんだ、そう、いや、そうですよね、これちなみに俺がパスしたやつです、そうそうそう、あ、第1回とか、で第1回は結構簡単だったんだ、そうか、意外といけるかも、よし、じゃあおにぎり、うん、はい、おにぎりさん、よし、この辺でいきます、
難しいんだろうな。いや、行きます。よし、行きます、行きます、行きます、はい、じゃあ、行きます。はい、どうぞ。なんか見たことある。誰だ。ああ誰だ。めっちゃ似てると思う。めっちゃ似てると思う。誰だっけ、名前。誰よこれ。正直自分で言うのもあれですけど、結構似てると思う。似たことあるんですよ。絶対ある。このバット結構特徴的でしょ、この。ねえ、ちょっと正面から見させて。近本。違います。あ、違います。あ、なるほど。もう一回正面で見てください。正直似てる。いや、めっちゃ似てるわ。三浦さん、どうぞ。ヤクルト村上選手。違います。村上多分出てるんですよ。ちょっとじゃあ、まあでもヒント言わない。ヒント1個もらう。そうかそうか。はい、ヒントですね。1995年から2014年の選手です。あ、もう引退してんだ。じゃあ、そうか、うん、あれ、なんか口がなんか…口？ん？なんか食ってる？なんか食ってる？そんな食ってる人いた？打たねえんだな、ね、振らないんだよね、この人。ってことは1番バッター。あ、じゃあ1回振ります。ん？何これ、すげえ似てそうなんだよな。ヒントじゃない、ここまで。それもファウルなの。でも僕似てるとかさっき言ってて、当てられなかったら恥ずかしいです。僕でもね、似てそう。いや、言われたら分かんだろうな。めっちゃ、はい、ヒントはもう終わり。 1900? 95年から2014年の選手です。ヒント1個までだっけ。3個まであります、一応。あ、じゃあそれは、じゃあもう1個もらっていい。もう1個は外野と一塁。一塁？うわー、俺違うわ。いや、でも外野で考えていいと思います。お、青木じゃないな。違います。違うわ。ヤクルトの。いや、誰かいるんだよな、これ。いるよな。めっちゃいます。日本人ですか。あ、もう聞いちゃいけないのか。ダメなんですよ。もう一個一応ヒント出して大丈夫ですかね。いいですか、はい、ちょっとじゃあ違うシチュエーション。おおおお、あ、それはあり。なるほどね、趣味の。それはそれは、いや、いい、いい。オッケー、オッケー、じゃあ、行きます、行きます。お、三浦さん、どうぞ。亀？違います。いや、ちょっと、ヒントもう一個もらう。あ、確かに、もうラストね。はい、ラストですね、はい、応援はみんなでジャンプします。え、あ、あ、みんなでジャンプ。もうそんなの。はい、三浦さん、どうぞ。稲葉さん。正解。そんな寝かしてたか。いや、じゃあ恥ずかしいです、自分で似てるって言って。ちょっと稲葉選手だと思って、はい、もう一回やらせて。はい、もう一回いきます、もう一回いきます、いきますよ。似てるわ、似てるわ。確かにね、似てるわ。ああ、似てるわ。ああ、なるほどね。確かにちょっとこうなってるわ、うん、ちょっとね、これです、これです、これです。稲葉だ。そうなんです。ほんまや。おめでとうございます。すげえ。いやいや、でもやっぱ悔しい。なんかなんで、なんでいつもおにぎりの時ってめっちゃ似てるんですよ、はい、似てる。一番うまいですよ。ありがとうございます。でも絶対わかんない。わかんない。だからおにぎり難しい。その稲葉選手に注目してないところを似させるから、本当にモノマネをしすぎてる。こっちがね、もっと分かんないけど。そういうことです。すいません、口すぼめてる感じとかなんかやった。いやいや、めっちゃ似てる。分かった。聞くとよく分かる。じゃあ三村さん。はい、はい、監督だったかな。あ、そうです。なるほどね。その監督をやりたかった。そうかそうか。日本代表のね。そうです、そうです。おー、おーじゃねえ。やりますね。はい。はい、お願いします。はい、考えてる。あ、あ、俺でいいね。大関さん、早かったっすね。はい、松井。正解。いやー、よしよしよし。すごい。大関さん、すごい。ありがとうございます。絶対ここっすよ。これ、これ。え、でも、三村さん、最初のこれで、やっこれで。すごい。じゃあ大竹さん、いや、すごいな。よし、正解。素晴らしい。俺、大竹さんは当ててほしかった。いやー、そうか、ね、松井ね。すいません、お友達世代を阻止します。そうですね、これ。さあ、金森、ちょっと待ってよ。
悩みどこ来たか全然わかんないな。お、でもパスはできる。パスしたらもうこれに戻れないんだもんね。戻れないです、戻れない。はい。どんなんだったっけ。よく見てないんだな。いや、そんな人いっぱいいますよ。いやいや、あんま特徴とかも。パス。パス。あ、名前的にはよく知ってるよね。いや、知ってる知ってる、もう十分知ってますけど。へぇ、俺がちょっとね、よく見て。いや、俺もね、ざっくりとしか見てないんだなと思うよ。あ、笑ってる。あ、そう。あ、出た、2個悩む。もう悩めないもんね。やるしかない。じゃあこれで、はい。はい、お、こっちかな、じゃあもしかしたら。こっちかな、もしかしたら。守備。じゃあいいですか。はい、どうぞ。はい。元木正解。隠し玉ね。ちょっと待って、ちょっと待って、隠し玉は元木だもん。これだから隠し玉ですね。だから言いましたよね、そのお友達世代やめよう、やめて。隠し玉出てジャイアンツの元木、ジャイアンツの元木、サバどこにあるんだっつって、この子たち放課後ゾーンやめよう。駆け打ちできない。隠し玉って誰よ、誰よ。いや、わかんない。でももう、おい、この時にパーンっていけるわ。これは何回かやって、あ、それ隠し玉をしてるんだで初めてです。いや、もうとぼけてたよ。とぼけてた最初、こう最初とぼけてたね。最初とぼけてたんだ、あれも。おい、昨日の元木見た。こうやってたな。あいつ、あいつやっぱクセモノだな。クセモノか。バッティングはね、やっぱ難しかった。あ、でも確かにクセモノ元木は難しい。元木はね、元木といえばあれだ。あれですよ。これ三村さん追加1ポイントです。向上するんだよな、これ。立ち打ちできないよな。確かに、こっからもう放課後ゾーン。放課後状態は。放課後ゾーン。面白い。下でいきます。はい。ありましたね。あー、はいはい。見えないよね、見えないんですよ。ちょっと待ってね。悩むの分かるよ。いや、できますよ。だいいな。ただなんか楽しさとか、楽しさとかは別に、いや、当ててもらったら最高。そうそう、それそれですけど。どうすんだ、見えちゃうぞそれ。そうそう。ちょっとだけ良くないですか、このターン使って。いや、だから、せかさせ、せかさせ、せかさせ。大竹さんのせかさせ、せかさせがある。いや、そこに笑いが満載だといいけど、そんな入ってないから。後々登場あるかもしれない。すみません。じゃあ早くして。はい、すみません。いや、パスしましょう。で、これで。決めてよ。なえ？何？どうした？見えちゃうよ。来ました。いや、見ていいと思う。来たの？マニアック問題。え？何これ？何でしょう？マニアック問題。何を俺ずっと引いてる？新ルール。何ですか？何ですか？マニアック問題は AD 井川さんがチョイスしたマニアックな選手をやらないから、はい、なるほど、これは大変だぞ、はい、それでそれを当てた場合はまた2ポイントか。次は3ポイント。こっちが3ポイント。詳しいの野球、あれなんか詳しいって言ってたか。そうです、あの野球大好きで昔も野球やってやっててか、うんうんうん、あ、やってたんですよ。いや、でもじゃあ例えばそれを3ポイントはいいですよ、うん、でも俺も難しいのをして当ててもらってるわけだから、罰カードだから、マイナスのリスクがあるんです。さっきのパスカードと一緒に当ててもらえないリスクがあると。せかさせ、せかさせ、せかさせ。それだよ、欲しがりがひどいね。マニアックな選手のカードから見てください。ちょっともうひどいな。誰？え、マジでむず。やってよ。いや全然、いや、めっちゃ知ってますよ。あ、知ってんのね。知ってんのね。知ってるけど、いや、むず、うん、え、どうしよう。でマニアックだからね、やっぱり。そうですよね、まあ、確かに当てんのも3ポイントが大変よ、はい、だから多分現役なんだろうな。あ、とか、いやどうだったかな、俺もちゃんと見とけなかったな。ざっくりでいいから、ね、ちょっと一回ざっくり、ざっくりでいい、ちょっと、はい、いただきます。はい。うん、はい、おにぎりさんどうぞ。牧秀悟。違うか。中田翔。あ、来ます。なんかマニアックではないか。確かに。もっとマニアックでイメージして。おにぎりさんどうぞ。平田。すげえ。すげえ。平田。このなんか。すげえ。この感じと
か。いやいや、なんですごい、この通じ合ってる。すげえ。渡辺さん。すごいし、すごくない？すごいし、すごいし。でもちょっと、いや、ジャカタショーって言って、大阪桐蔭がなんかパッとちょっと浮かんだっていうのもなんか渋すぎるよ。じゃあ大阪と、じゃあ俺も1個ちょうだい、1ポイントちょうだい。なんでですか、大阪桐蔭。じゃあ俺も1ちょうだい。なんでなんですか、俺その分配方式じゃないですよ。ということでおにぎりさん3ポイント。いやこれでかい、3ですもんね。でかいな、ちょっとよく当てたな。いや嬉しい、これ。いや、ありがとうございます。似てました俺。はい、あのバットのちょっと前に倒れる感じとかが似てるなと。いや、本当にいい問題だよ、今の。確かにいい問題か。絶対出ないわ、平田。こういうのを当てるのが気持ちいいんだもんな。これ気持ちよかったな。でも、平田さんは出ないわ。出ないよね。いや、すげえ。はい、いきます。平田は出ないよ。でも、何のポイントも入ってないんだよ、俺。当ててもらったら嬉しさ。そう。嬉しいだろ。いや、嬉しいですけど。それでいいんだよ。おー、はいはいはい。いいんだよ、ポイントなんかいる。ちょっとごめんなさい、こっち集中してもらっていいですか。あ、僕、じゃ、こいつが。びっくりした、俺今。結構迷ってる、どうしようかなって。自分のターン終わったのにすげえ喋ってる。後輩が、後輩が、後輩強い。やめてくださいよ。後輩がすごいんだよ。めちゃくちゃ3人で喋ってたからびっくりしました俺。いける？いや、ちょっと待ってくださいね。いや、マジで絶対に知ってるんですけど。うん、だから分かるよ、この心理ね。一流選手であるのよ。はい。うん。パスで、ちょっと。パスで。はい。おにぎりパスはね。いきます。はい。あ、ごめんなさい。2つ引いちゃいました。もう一回いきます。はい。二つ引くとはごちゃごちゃするの。ごちゃごちゃするの。二つ引いちゃいましたとか。いらないから。いらないの、ごめんなさい。本当にすみません。ワンポイント減点ですよね、今の。ちょっと待ってください。行きます。どうぞ。ああ、わかりました。はいはい。じゃあもうこれ確定です。これ確定で。はい。もう結構自信ありそうやな。じゃあ行きます。はい、お願いします。ん？ああ、三村さん、ソフトバンク松、あの松田選手。正解。素晴らしい。これはそうか。すごい。今ギリ秒だね、秒、はい。これはもう早押しになるかと思ってたんで、もうここは、はい。ありがとうございます。ね、はい。三村さん1ポイントです。はい、はい、素晴らしい。いなかったっけ。じゃあ次三周目。ちょっと整理してください、ポイント。あれ皆さん3取ってる？やばいやばい。でも大竹さん3ポイント、うん、三村さん3ポイント。おにぎりさん4ポイント、大崎さん1ポイント。やばい、はい、じゃあ俺じゃあチャンスカードでみんなに取られてるだけだ。今回が引いてるのね。俺が当てれてないってこと。こっちのチャンスだからね。一番上行ってみるよ。あーやべー、来た。あ、出た、パスカード。これマジ取りたい。これはチャンス。どんな人がパスしてるの。2ポイント2ポイントでしたよね。はい、2ポイントです。笑っちゃってふざけんなよ。見ますよ。全然似てないかもしれない。まあ、一応おにぎりさんのぞ。枠い。違います。違うか、さすがに違うか。力投型だな。いや、なんかでも、あ、うん、松坂違います。いや、パスしないんじゃないですか。パスしないか、松坂。でも、あの力投型っていうのはいいかも、力投型っていうのはいいかもしれない。ヒント1個いきますか、うん、1997年から2008年の選手です。あ、古いんだ。あれ、2008年。ちょっと待って、そう、何ちゅう、川上健進。違います。川上健進、もう長い、ね、もうちょっとか、そっか。じゃあ、ヒントもう1個いきますね、うん、巨人、日ハム、横浜。ちっちゃいんだ足が。これ巨人日ハム、俺足がちっちゃいんだよ。どうぞ大竹さん。イリキ正解。すごい。うー、今のホームで分かったんだよな。いやいや、巨人日ハムで。あで最後俺ので、その頃で一人言かな、俺の一人言で分かったのかな。足ちっちゃいよ、よくわかんない。もうちょっと低いね、イメージあるもんね。そっか、確かに。こう。そう、なんか。イリキ選手。イリキはもっとこう。
いりき選手は足が小さかった。あ、そうなんだ。それ分かんない。25.5 ぐらいしかない。いりきか。2ポイントやった、2ポイント。おめでとうございます。その時さん1ポイント。日ハムいったイメージあるんだよな。ドラ1で。アリアスと乱闘とかしましたね。そう。なんかあのめっちゃあのアリアスと乱闘したので結構イメージある。いや、あんな兄弟ね、いりき兄弟。あんなヒントのない。ヒントの難しい。難しいね。ね。いやーカード残ってんだ。確かにすごい。うん、はい。じゃあこれで。はい。お作りします。いやちょっとここむずい。確かにちょっとな。じゃあ行きます。はい。はい、お願いします。ちょっとよくむず、はい。三村さんどうぞ。山川。違います。違います。じゃあね、もう一回。はい。なんだ、そこが、そこがめっちゃ特徴的なんやろうな。なんだ、そんなやついたから。最初なんだったの。最初と変わったけど、最初と変わったけど、そんなんで打てるわけないけど。ライトに打ってる。じゃあ、いい、別の形で。うん。すぐ分かっちゃうよ。え、こっからは別の形だから。何あれ、こっからは別の形だから。大崎さんどうぞ。谷重。正解。やべ、全部出ちゃう。谷重こうじゃないの、はい、え、そんなんじゃちょっと記憶が。谷重、谷重こうだよね。いや、谷重もっと、もっと普通に畳んでる。担いでた？結構畳ん、いや、担ぐまで行かなくても。こういう感じというか。はい、こんな、こんぐらいじゃない。いや、なんかそんな、そんなひょろって。そんなして。最後は強肩、強肩を表した。そうです。ああ、まあまあキャッチャーで。ゴールカー高校ね。ああ、こんなでしたっけ。確かに。ちょっと見てみたいよね、もう一回。谷重を。あ、確かに谷重見たいですね。で、大崎さん1ポイントです。やべ。追いつかれてきちゃう。ちょっと切ってんの落としちゃったから今。変なの引け、カード。三回目。変なの引け。チャンスカード。ああ、まあまあ。はい。いやでもどんなやったかな。おにぎりとかわかるんだろうな。お、マジですか。いきます。はい、はい、お願いします。おにぎりさんどうぞ。マジでもうめっちゃ予想ですけど、マー君、田中将大。違います。あ、わかるわかるわ。ちょっとなんかあの足の運びはね、とかなんか感じとか結構似てる気する。なんかいそうなんだよな、その人。もう似てる。あのね、ここはあんまりです。もう上がった瞬間から多分似てるんです。これちょっと覚えてないんですよ、この辺は。いきます。はい、大崎さんどうぞ。松坂。正解。おお。似てなくないですか。はい。似て。すごいすごい。うん、似てますよね。松坂。正解です。いや、松坂か。狭い狭い。狭いのか。なるほど。こんな感じじゃない。うん、やって。もう一回。そ、確かに。うん。なんか割りが違う。似てるのかな。なんか ここがめっちゃなんか めっちゃ。小握りやってやって。割りが違うのかな。なんか僕のイメージですけど。うん、全然似てなかった。全然似てなかった。ごめんなさい。出てきちゃってごめんなさい。全然似てなかった。なんでお前はしゃぐ。俺のターン。なんとなくわかんないけど。いいよターンの話。なんか似せられると思った。俺のターンではしゃぐなよ。お前次おにぎりだから。あ、そうか、次僕が。そうかそうか。頼む、チャンスカード引いてくれ。じゃあこれとマジで落ち着きたい。そうよ、見えないようにしてよ。うまいおにぎりの時の、はい、あ、なんか変なのというか、あれ、さっき出たっけ。さっき出た、さっき出たわ。出して。マニアック問題。3ポイントだね。おにぎりマニアックいけんじゃない。いや、めっちゃ詳しいから。いきます。はい。じゃあ、だからこれはマジか。おにぎりがマジかってなるよ。じゃあもう無理だろこの問題。もうでもマジでマニアックで考えよう。信じます。
はい、はい、行きます。じゃあ行きます。はい、おにぎりさんお願いします。似てるんだよ、似てるんだよ。だからいいです、だからいいです。え、ごめんなさい、ヒントになってる。稲葉と一緒やん。カットしてんの。カットだよね。だからいいんです。カットしてる、カットしてる。あ、三村さんどうぞ。中日大島。違います。あ、いいとこだな。でも、うんうんうん、と思いました。なんか僕は そのわー、名前が出てこん。全然出てこない。悪くないですよね。もうちょっとバット倒して。あ、でしたっけ。いや、なんか三村さんどうぞ。あの阪神の中野選手。はぁ、違います。え、じゃあ近本。正解。おー、すごい。近本言ってたよな。3ポイント。だからちょっと信じますって言ったんです。なるほど、素晴らしい。近本言ってたのとか。よし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 、すごい。これ取られたかー。でも嬉しい。でもまずこんな感じでした。中野出たからね。近本か。よし、さっき言ったから。言ってましたよ。はい、そうでしたね。そうなんだ。そうなんだよな。ラスト一周、三村さん。ラスト一周。はい、じゃあ三村さん。え、もうその人にあげるやつやってる場合じゃないんだよ。あれ、これ罰ゲームってあるんでしたっけ。あ、あるの。あります。あるの。あ、あるんすか。なんか最初言ってなかったですよね、でもね。いや、もう。あー、そうなんだ。いや、あるならあるって。大崎さん、いいじゃないですか。ちょっともう、でも三村さん聞いてる。俺の悩みのやつ見ろよ。そうそうそう、いや、ここ見られないの嫌ですよ。悩みのターン。俺も一回あったんで、悩みのターン。これ嫌なんですよ、絶対。あ、俺のターンじゃなくて、あ、そうか、悩みのターンは。やります。あ、はい、わー、チャンス来てほしかったな。ちょっとヘルメットかぶる。おにぎりさんどうぞ。早っ。ラミレス、正解。正解。お前これで。いや、なんかもうなんかイメなんとなくも雰囲気ですよ、本当に。それはなんか嬉しいよ。ラミレス、すごい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 。おにぎりさん1ポイントです。ありがとうございます。ラミレス、やっぱ秒で当ててくれって嬉しいよ。嬉しいね、わかるよ。さっきの元木も嬉しかったよ。元木はもう放課後ゾーン。チャンスカード怖えんだよな。あーうわー、え、何パスカード。おー、来た。よし、2ポイントくれ。今まで出た。パスカード怖いよ。じゃあこちらのパスカードの中からお願いします。じゃあこの一番上でね。はい、どうしてんのかな。どうしてる、どうしてる。じゃあ行くよ、うん、あ、こうだ。ん、いくよ。ん、右バッター。右ですよね、確実に。じゃあ行くよ。行きますよ。これもう最大のヒントだから。坂本勇人。正解。よなんで分かったの。棒立ちの守備。棒立ちの守備。こうしてこう入らない。そう、こうして守備入ってて、こうしてる、こうしてる、こうしてるのはもう坂本さん。こうしてて、すごい。で、こうだから。そう、二人だけが分かる。分かる、二人だけの世界。坂本と元木、素晴らしい。よっしゃ、三村さん2ポイント追加です。棒立ちで当てられたらな。いや、すごい。そう、大崎さんこちらに呼んでください。坂本パスしてる人いたんだ。三村さん前パスだから、あ、そう、うん、なんか特徴的ないろんな人がいた回かもしれない。第1回ですね。うん、何出たの。マニアック。それ何無理だ。もう無理ですよ。これでだって3ポイント当てる、もう無理ですよ。終わっちゃうじゃん。いやいや、やんない。でもやんない。しょうがない。当ててもらいたいんだろ。じゃあなんかください。当ててもらいたい、嬉しいはありますけど、なんかそういう大会、嬉しい大会。嬉しい大会。じゃあなんで嬉しい大会で罰があるの。嬉しいだけの大会だけにしたら俺だってもっと嬉しくなる。それ俺も賛成だけど。そっちにしましょう。分かるけど。
ヒントなしでマニアックを当てさせたら1ポイント。ああ、そうそう。あ、もらっていいんですか？もらえるね。ノーヒント。マニアック。むずいな。ああ、めっちゃマニアックやね。うわー。でも知ってるじゃん、ここは。いや、ここは知ってます。知ってるんですか？知ってるか。知ってるけど、うわー、いいとこつくなー。お、左。あ、なんとなくですよ、もうマジの俺のイメージ、はい、ごめんなさい、全く違うかもしれないですけど、もう俺のイメージ。全然それなんだ。なんかこう、お、三村さん、高梨。あー、やっちまった。あー、でもちょっと変則か。なるほど。顔やって、顔やる。あー、なるほど。お、お、うん、左だよ。オリックスの宮城。あ、違う。あ、ノーミ。おお、ノーミだ。阪神ノーミ。ノーミ阪神ノーミ。元気で出たら、うわ、ノーミだ。すごい、すごい。あー、嬉しい。やるわ。ノーミは確かにやる。で、森崎さん1ポイント。1ポイント。三村さん3ポイント。すごい、はい、あ、すごい。ノーミだよ。ノーミ選手だ。気持ちいいんじゃないですか、絶対。すげえ気持ちよかった。なんか綺麗なんだよな。そう、あそこだけね、綺麗ですね。おにぎりで終わりかな。最後、おにぎりさん、おにぎりさん、次のカードお願いします。はい、いきます。一番下地いきます。はい、はい。そっか、これはパスしていい。いや、そうですね。パスしても大丈夫です。いや、して。いや、いいっすか、いきます。うん、これでいきます。はい、いきます。ラスト、はい。悩むとこだったんだろうな。ちょっと難しい選手。ピッチャー。いきます。はい。ドームじゃない。この足振り。二段モーション。モーションなんだよな。三浦さんです。DeNA のあの三浦監督。正解。おお。すげえ。三浦さん。三浦さんです。ね、二段モーションだもんね。二段モーションでございます。すげー。すごい。でも気持ちよかった。いやー、すごいな。二段モーション。二段モーションです。ということで、はい、それでは結果発表をさせていただきたいと思います。では、まず1位から発表します。お、三村さん、大竹さんが1位。お、逆転。はい、おめでとうございます。逆転。ジャンプ。すごい。危なかった。最下位かと思ってたんだよ。3位、おにぎりさん。最下位は大関さんということになりました。ちょっとね、やっぱカードの、カード確かにちょっと、まあ、でもあっち側関係ないからね、ポイントには、うん、当てるか当てないかだから、うん、当てるか当てないか。ちょっとプロ野球選手を知らなすぎたんだよ。ちょやめてください。それやめてください。コメント荒れるから。すげえ荒れんな。大関知らねえじゃん。あいつだけ変えてとか言われて。勘弁してください。ということで、大関さん、こちらに来ていただいて、いつもの罰ゲーム。お前ね、臭いんじゃないの。あれ本当になんか嫌だよ、今なんか罰ゲーム回避くださいよ、なんかうまいこと。3連発、はい、大崎3回連続。3回連続です。3回連続はまずいじゃん。だから、マジで交代の可能性ありますよね。第4回ここだけ。よし、じゃあいきます。手出して。結構ちゃんと、ごめんなさい。ツープッシュ。ツープッシュですね。もっと距離近づけたら、近づけたら、手のひら近づけた。そうそうそう、ツープッシュ。うわあ、なんかもうやだ。いきます。うん、うわあ。マジかよ、お前。マジかよ、なんかなっちゃって。やばい。甘いもの食べたい。さりげなく高い時計してるし。なしえてます。なしえてます。すげえ美味しいよ。美味しい。うまい。美味しいですね。サマーズチャンネル。